伊藤洋華堂長野店は、株式会社、伊藤洋華堂が、長野県長野市、近藤町で運営していた総合スーパーの店舗。1978年に開業し、2020年に閉店した。長野電鉄長野線の地下化及び、長野大通り建設に伴い、長野電鉄の旧本社、旧近藤駅舎、バス営業所等の敷地を用いて建設された、長田近藤ビルに入居する。 中核店舗であった。ビルの建設にあたっては、伊藤洋華堂が長野電鉄に建設資金20億円を20年返済という条件で貸し付けていた。長野電鉄の沿線活性化や、近藤アーケード街への来訪者増加の期待を受けて、開店した。また、長野市中心市街地への居住者誘致政策においても、住民の日常サービスを担う施設となっていた。 2016年5月、伊藤洋華堂は、次の全工事五会長を目標に当店を、敷地面積3万3000平方メートルの大型ショッピングセンター、アリオ長野に再整備する構想を示していた。しかしながら、計画は進まないまま、親会社のセブンアイホールディングスが不採算店舗の整理に着手する中で、2019年9月、 当店も閉店を検討していることが,が明らかとなり、再整備構想も白紙となった。そして2020年6月7日の営業を最後に、当店は42年間の歴史に幕を下ろした。シネマポイントは5階にあった映画館。1スクリーンのみで座席数は80席。経営は同じフロアの喫茶店、純喫茶ブラジルで、運営は長野戦国劇場が行っている。 伊東洋華堂長野店の閉店と共に閉館した。閉店後、長野電鉄は、当ビルを地上を5階、地下1階から地上を2階、地下1階に、現地屋上駐車場120台を設けた上で、食品スーパー等を誘致し、2021年6月の再開業を目指す方針となっていた。伊東洋華堂長野店の閉鎖後、店舗は大規模改装が行われた。 2021年1月、ハンホームエイドが、旧伊東洋稼働長野店の建物に出店することが報じられた。ありがとうございます。